時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、アシの羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。狼よ、無理はするな。どうか傷を癒してくれ。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一郎。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。
前さん、名は何と言え、その目、さしずめ、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。故に付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。まことに息を吹き返したのですね、流因の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。猿お方に仕えるクスシです。猿お方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。
クス氏として助けとなりましょう。この氷炭、お主が作ったというのか。はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この氷炭の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。氷炭の種をお持ちください。種だと。はい、薬水は氷炭の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。
った。